タピーの皆さん、お疲れさんです。タカポンです。去年もあったことなんですけどね。しましたね、やっぱり。別の無料10連終わったと思ったら、もうすぐさま年末年始、ね、無料10連始まりました。今日12月31日から、来年の11月11日まで無料10連引けますよ。皆さんお忘れなくということでね、まあ、今回はね何本かに分けて動画を出すかもしれません。まあ、ということでね、まあ、この一本本当にありがたいありがたい無料10連引いてみたいと思います。よかしらも今回のテストは、セカンドヘアガチャ、スタイルガチャになっておりますね。限定カードとして、前列のピアマスター、若部に作っております。これ何なんだろう、こちらは、ボーカルとされた、センターとして、フェアリーハーモニー、フェアリータイプのボーカルとして、スーパーカードと、リッチとしてが1秒ごとに 75% になります。他のディレクターはボーナスコンボボーナスの評価を 8% プラスになっております。和洋ラテイスという印象があって、新年に倒してそしてもう一人ドリームバラバララッキー、おお、いい感じでロード入ってくれました。はい、行きましょう。おお、確定室どっちか来たかな、来ましたね、これでね、エレナ、未来
弥生ですね。ということで、弥生来たー。あ、これ夢見てるのか、おせち食べてる。少女ということで、最後はですね、17歳初日に本日1月1日新年です、元旦ですね、本日も無料10連引いていきたいと思います。いやー、それでね、今日は新春のね福袋をキャンペーンでガシャチケもらったんで、そちらも使っていこうと思います。今日はね通常品させていただきます。いや、新年早々ね、いいことが私実はね、他のゲームのガシャでもあって、でちょっと今ルンルン気分なんで、まあ、でもね、他のゲームで運勝つと思うんで、まあでもまあ頑張っていきます。さあ行きましょう。まずはよし、じゃあ行きましょう。運営さん、小鳥さん、美咲ちゃん、新年明けましておめでとうございます。本日、まあ、ありがたくこの無料で引かせていただきます。本年度もよろしくお願いいたします。いきましょう。ということでね、まあ明日も
はい、本日1月2日がですね、無料10連やっていきたいと思います。やっぱね、フェス終わってからちょっと運が落ちてるね。ありがたいありがたい無料ジュレ、本日もありがたく引かせていただきます。お願いします。受けそう。これはうわー確定でした。これで被らんかったらラッキーやけどね。これはちょっと被らんかった可能性が高いぞ。よっしゃー確定やから、これはやったよ。よし、ラストお、2人とも来たか。いくっちゃん、大人っぽいような、いえ、似合ってると思ってもらえるようにしっかり着こなしてみせます。いよいよボス戦ですね。私たちの力見せてやりましょう。あいた、いたた。ヒュームなのにこっちまで痛いような気がします。回復プリーズ。ということでね、まあ明日もね、無料でやりますので聞いていきたいと思います。それではまた明日。はい、本日1月3日、本日もね、無料10連引いていきたいと思います。でね、今日でね、一旦動画区切って、今回の動画はね、前編中編後編という感じで、でね、動画まとめさせていただこうと思います。というか、正直言うていいっすか。言うとね、
見せ場ないんすよね。もう実はピックアップの SS レア、S レア全部引いちゃったから、今回たはずやから、引いたたはずないけど、たんやけどね、限定の SS レア、SS レア、S レアも引いちゃったんで見せ場ないんすよ。プロデューサー、特訓に付き合ってくれませんか？スケジュールはプロデューサーに合わせます。一緒に頑張りましょうね。よく付き合ういく、よくってスリム系の子が来てくれたらええ感じになるんですよね。まあ一応予定では全だから中編後編はもう見せ場あるんかな。まあ一応そういうつもりで自分でもここでも動画区切ってもええぐらいないけどね、どうなんでしょうね。まあ一応予定ではまあ今日で前編第1弾で区切らせていただきました。うん、ではね、行きましょう。いやほんま一回こんなことあったはずない、あったんですよね。途中何回かに分けると動画の無料期間があるのに、もう関わらずずっとそのまんま置いとったっていう理由があれなんですよ。まあ今回と同じようにピックアップ引いちゃう、これどうなんかな実況者としてっていう感じなんですよね。いきましょう。運営さん、小鳥さん、リハビちゃん、いつもありがとうございます。このありがたい、ありがたい無料充電、本日もありがたく聞かせていただきます。よいしょー。うわぁ、入った、あれ、あ、背景オレンジ、これフェスゲンやったらピンクになるんだって。あー、スタイルガシャンとかこんなにもね、納得。うわ、2倍に SS やでもね、こんなんて他のセカンドスタイルもね、出てくれへんかなって思ったりもするんだけど、ちょっと嬉しいんだけど、ちょっとまだまだ見どころあるんだけど、ちょっとこれで見応えあると思う、ちょっと実装できるかもしれない。ないわ。はるかさん来たー。多分ね、このはるかさん持ってないわ。ピックアップ取りに行ってきた。わあ、素敵な衣装。この衣装を着て天海はるか頑張ります。持ってない、持ってない。来たわ、新しい新規。一つお手合わせを。なんて、はい、テンションが上がっています。よっしゃー、スリム系スーツレア新規ゲットです。
カルちゃんもピンクですね。からお休みまで可愛すぎる茜ちゃんの出来上がりだね。いただきます。いい天気だな。せっかくだしちょっと寄り道しちゃおうかな。今日はダンスレッスンだっけ。今練習してる曲苦手なんだよね。早めに行って自主練した方がいいかも。よし。あ、これミュージックシリーズのやつだ。さあ、ということでね、まだまだね、無料上映が続きますので、まあ引き続きね回っていきたいと思います。ということで本日の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよって方、私のチャンネルページ動画リンク一覧から過去の動画見ることもできます。もしよろしければそちらご覧ください。またね、私ミラクルの方でね、毎日ほぼ毎日ゲームの生実況させていただいております。なので、そしてこの動画でツイッターフォローいただければ、ミラキル開始シーズンにこちらの方で宣伝の方をさせていただきますので、もしよろしくツイッターミラキルの方もよろしくお願いいたします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。